菅官房長官、東京新聞、望月磯子をさらし者に質問される音波、本日、菅官房長官が自民党の総裁選に出馬すると記者会見を開き、その中で東京新聞の望月磯子さんが1分ほどにわたって、記者会見で質問妨害が続いた、菅官房長官が総理大臣になった場合、しっかりと時間を取って回答してもらえるのかなどと質問を繰り返しました。 この質問に対して菅官房長官は、限られた時間の中でルールに基づいて行っている。ですから、早く結論を、質問すれば、それだけ時間が浮くわけでありますと、回答され、周りが爆笑しておりましたけども、この望月さん、質問というか、デマをも含むプロパガンダを記者会見で垂れ流す、 非常に悪質な行為を続けており、現在は感染症対策でマスコミ各社1人のみが記者会見に参加しておりますので、菅官房長官の記者会見においては、自動的に望月さんは排除されておりますが、まあ、本日ですね、望月さんだけではなく、自称記者数人が、ああだこうだと発表しておりましたけども、まあ、こういった記者の皆様、 菅官房長官に対してですね、きつい質問をされたいのであれば、例えば私が記者の場合は、本日の記者会見上、確認した限りでは、日の丸が掲げられていなかったように見えますので、そういった日の丸がないことについて、質問いたします。まあ、こちらどういった理由があるのか分かりませんけども、 本日、菅官房長官は記者会見にて、何としてもコロナ感染拡大の防止と社会経済活動の両立を図り、雇用を守り、経済の回復につなげていかなければなりません。ポストコロナを見据えた改革を着実に進めていく必要があると思います。そそのののの上で、少子高齢化問題題、への対応、戦後外外交交総決算をはじめととする外交安全保障、その課題とりわけ、 拉致問題解決に向けた取り組みそして憲法改正まずは目の前にある危機を乗り越えることに全力を挙げつつこうした山積する課題にも引き続き挑戦をしていきたいと思いますそしてそれらを乗り越えていくためには今後も国民の皆さんのご協力をお願いしなければなりません当然のことながらこのような国の在り方を目指す時には国民の皆さんから 信頼をされ続ける政府でなければならないと思っております。目の前に続く道は決して平坦ではありません。しかし、安倍政権が進めてきた改革の歩みを決して止めるわけにはなりません。その決意を胸に全力を尽くす覚悟であります。皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げますと表明されておられましたが、現状、この自民党の総裁選においては、 ほぼですね、菅官房長官で決まりじゃないかと見られておりますけども、菅官房長官には現状、内憂外観の状態に日本が陥っておりますので、COVID-19 への対処、また、経済、外交、安全保障、日本が置かれる環境は、 今後ですね、さらに厳しさを増していくものと思われます。そういった中で、菅官房長官がこれまで安倍政権において、安倍首相の様々な政策を、動きを間近でですね、見てきたはずでございますので、そういった安倍政権の これまでの様々な政策を継承しつつ、菅官房長官として、菅首相としてですね、独自の政策も実施していただき、なんとか国民が、日本が抱える問題を少しでも解決していただくように、お願いいたします。以上になります。 ご清聴いただきありがとうございました。